です、画面の前の皆さん、こんにちは、ゴデスさんです。ということでね、今回は弱武器で、ノンアタッチメント縛りをやってくれっていうリクエストがあったんで、まあ、弱武器っちゃ弱武器の NV4 で、最初に出てるね、このドットサイトだけでアタッチメントなしっていうカスタムでね、まあ、今回やっていきたいと思います。よろしくお願いします。基本的にね、僕はいつもクイックドローとグリップしかつけないんで、そんなになんか、なんだろうな、こう特別なんかアタッチメントがないとってなるってか、そのアタッチメントがね、まあ簡単に解放できるレベルなんで、グリップとそのクイックドローのあれはなんで、よいしょ、まあ、ぶっちゃけそんなになんかこう初期アタッチメント、おい、縛りみたいなもんなんですけど、ほとんどクリップクイグイグがグリップとあれしか使ってないんでね。危なすぎ。ちょっと一回引くわ。よいしょ。ただまあ今回はあくまで本当にアタッチメントゼロということで、まあね、頑張ってやっていきたいですね。一回引いて、弾があと14発しかないのがちょっと心もとないので、その辺にいましょうか。リロードして、オッケー、フェイシフト溜まりましたね。右いそうだよね。オッケー、もう一人いる。また弾がない、マジで。ね、ちょっと待って、初期武器縛りなんだけど弾がねえな。武器が欲しい。この辺にないかな。いや、7発は厳しいぞ。7発は厳しすぎるぞ。ちょっと待って、サブ武器も持ってきてねえし。 OK、 あと2発なんだが、あと2発なんだが、敵を一人も倒せねえ残弾数になっちゃったんだけどさ。お、味方が上げてくれた。あ、待って、いるわ。頼む、やれるよね。やれないか。ちょっと俺も隠れて、この辺の拾いたい。どこどこどこ、怖すぎ。マジかーい、超絶もったいない死に方しちゃったな。そして犬がめっちゃ吠えてるんだが。さあ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 、やった、ナイスキル。よいしょと。なるべくね、やっぱデスの回数を減らす立ち回りになっちゃうかなとは思いますね、こういう初期武器縛りみたいなことをやってるとね。よいしょ。基本的にやっぱクイックドローがないので、目闇に突っ込むのもあんましない方がいいですね。ナイスキル。やられていく。この辺来そうだけどね。相手も待ってますね。お互い慎重っていうね。今みたいな感じで、とにかくもうあの ADS した状態で、勝負した方がいいですね。 OK、 頼む、カバー。ナイスカバー、ありがとう、超助かった。真ん中からカーブ今で嗅ぎつけてきましたね。 OK、よいしょ。でまた左翼から現れる。危ね。そしてまた弾が16発なんだな。ちょっとさ、この縛りスカベンジャー必須だわ。また使いましょう。 OK、 でちょっとね、こういうとこに隠れて、俺やで、混ぜて、でこの辺いただく。 OK、ちょっとまあ武器拾っちゃったけど許してくださいな。オッケー、後ろカバーしてくれてよと期待したが、さすがに無理だったようだ。さあウォーデン行きましょう。よいしょ。にしても NV4 ってなんだかんだグリップつけてないと結構ブレますね。使ってて今思ったわ。よいしょ、ナイスキル。登ってくるかな。登っては来ない。あれ、味方に任せましょうか。おーっと届かなかったか。まあ、どんまいどんまい。よいしょと。さあさあさあ、左のロングから来てますね。こっちは俺の支配下ではないね。UDM のストライカーうまく使ってますね。ストーカーだっけ、読み方忘れたわ。オーデン壊されていく。まだいるかな。まだいますね。カモン。お、味方やった、やられた。カバーした。いそうだけどね。いない、この辺。俺やん。オッケー、よいしょ。で多分まだ脇は変わらないはずなんだよな。オッケー、下にいますね。やられていく。こっちいないな。リロードして、知らん、敵が見当たらないぞ。そっち任せるぜ。あーん、ごめん、カバー遅れた。来るかな。あっちが行っちゃったね。俺も裏取りに行きましょうか。いや、いや、味方がいっぱい行ってくれた。
オイラはこっちから行きましょう。怖え。やれるかなあれ、味方。はーい、マジかい。いや今日ねフットサルしてきたんですごい眠いんすよね。マジで疲れた。ここはさすがに危険すぎるかな。来てる。基本的にやっぱもう ADS して相手のこと待ち構えてっていう戦い方じゃないと厳しいですね。敵のドローンパッケージ。いや味方やられたよね。あ、危な。あれになる。マジか。あーしんどい。クイックドローないのがこんなにしんどいとは思わなかった。稼働中。地域内に有分のバルチャーあり。クイックドローないと本当にこの構えた状態で戦うのが必須になってくるからな。危なすぎな。来そうだけどこの辺。こっちから来そうっすね。一回ここに隠れて、こういう遮蔽物もうまく利用しないとダメですね。OK、 よいしょと。さあこっちから来てくれてありがたい。おーい、びっくりした。でこっちから来る。やーい、もう一人来たい。湧きすぎ。よいしょ。いやよいしょ。久々にフットサルして思ったのはなんだろうな、ふくらはぎが我ながらめっちゃ細くなってたんだなっていうことに今更気づきましたね。よいしょ。やれる、やられていく、逃がさない。うーん、さすがに厳しいですね。もう今みたいな距離だとアタッチメントなしの NV4 ははっきり言ってほぼ 100% 打ち勝てないので、まあまあまあ OK。 本当にこの ADS して勝負しに行くっていうのが基本中の基本中の基本ですね。味方がスコーチャーを要請。逃げられた。あ、ちょ、武器切り替えしちゃった。リロードかまして、お、いいっすね味方。ガン攻めじゃないですか。そのさ、レーザーの反射結構痛いんだよね。勘弁してほしいわ。来そうだけど撃たれてた今味方。おるかい。焦った。まだ湧きそう。やりきれない。ここで待ちます。まだいたよね。怖っ。ちょ、一回こっち隠れて。こっち来そうじゃね。来ない、来ない。あら、敵がいない。あ、やっぱいましたねあそこ。おー、怖い怖い怖い。あれは2発で死ぬやつだから絶対に行かないんだ俺は。 OK、 ハンターを使いましょう。オッケー。あ、待って待って待って、それは最悪。え、パンチ。やっぱりきついっすね。クイックドローがないのを言い訳にしたくはないんですが、よいしょ。どうしても無駄打ちの量が増えてしまいますね俺の中で。こうエディスしながら戦うことになっちゃうんでね。オッケー、一回消えてこっちに行きましょうか。来たんじゃね。いやー、だいぶやられてますね味方さん。ここに隠れて使う。 OK、 ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかった、なんだかんだ40キロいきましたね。ということで、まあ初期武器の NV4、アタッチメントなしということでやってたんですけど、まあ、ある意味その分パークだったりに、なんだカスタマー使えるので、もうパークの自由度っていう意味では結構面白いかなとは思いますね。まあ、あとは本当に立ち回りだったりとか、あらかじめね ADS して出たりとか、そういう感じが必要かなというふうに思いました。ということで、よかったらねチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。小手さんでした。おつぽん。